結構ハードだった。まあそうですね、ハードでしたね。まあ今はそのまた違う大きいセットとかがドーンって入るような大きい稽古場に行って、なんかその辺のなんか整理をしたりみたいな、演技のことも結構やるんですけど、今日は同じシーンめちゃめちゃやりましたね。めっちゃやった。今日はハードでした。まあ自分の出番的にもこう多かったりするとこなんで。テスト大変だけど来ちゃったの？今日そんな有意義な話私から聞き出せないよ。ノープランで来てるから。勉強しな。今日はもう本当大丈夫。あんまそんな私からおもれえ話は出てこないよ。勉強しよう。今すぐ閉じるんだ。今日配信早くない？でも昨日の方が終わるの早かったけどね。テスト勉強で心折れた。でも一回折れるまで頑張ってたってことすごいじゃない。頑張ってなさすぎて心が折れるとかなかったよ。いいことだ。折れるってことは頑張ったっていう証拠だもん。ねえ、頑張ってないと折れないからね。君はそこまで到達したんだ。折れるものがない。わかるー。頑張ってなかったからな。おお。あ、そうなの？スペシャルライブのみんなお話し会でずっと来ないって言ってたもんね。結果ね、ついに来たのね。どうだった？みんな。当たっていた。今日もマンモス可愛いってどういうこと？マンモスって何？ マンモス？すごいってこと？マンモスってなんだ？あ、ちょっと待ってきた。首が、いや今日はねずっと髪下ろしてたんだけど、中はこういうお洋服着てたから開けたらすごい首元寒くなって。だからこれ巻いてんの。何ですか？ヒートテック？ヒートテック持ってないから、これは普通の黒のニット？インナー？そう、このカチューシャはねお気に入り。本当は夏用なんだけどね。今日ランチでお寿司食べ、ちょ、贅沢じゃない？お昼からお寿司食べてるの？
なんでだ、なんでだ、何か頑張ったのか、ちょっと何頑張ったか言ってみ。聞いた？お昼からお寿司ですってよ。私は今日たらこおにぎり、セブンイレブンで買った、海苔が巻かれていない白いご飯に包まれた。たらこおにぎり美味しかったし、あとリンゴ持ってった今日。そう、横からもらったやつ、あと1個残ってる。すごい迷ってるんだよね。リンゴっていろいろ食べ方あるからいいよね。一番好きな食べ方はリンゴを吸ったやつを食べるのが好き。ヨーグルトと混ぜちゃったりしてそういう食べ方も好きだし、普通に食べるのも好きだし、今冷凍庫にさパイのシート1枚あるからさ、リンゴのさパイ作ろうかもやってるんだよね。どうしよう。でさらリンゴ、私あんまご飯とねフルーツの組み合わせはそこまで自分の中でマッチしたものあんまりないな。本当にいい組み合わせとかあるんだろうけど、スペシャリストがやったみたいな、作ったみたいな食べたことがないから、あんまりね美味しいのかな。あ、生ハムメロンはもしかしたらいいのかもしれないけど、パスタとかサラダとかにフルーツが入ってると、え、別がいいんじゃないって今は思ってる。最高の組み合わせに出会ったらまたその考え方は変わるかもしれないけど、あんまり、あ、私あんまりもともと酢豚っていうものを食べたことがあんまりないんだけど、そのパイナップルと酢豚っていうのは美味しいのかい。フルーツサラダ、あんまりこう良さそうって今のところはあんまりいいイメージが、合うイメージがあんまりないかも。カレーにパイナップル、おお、あんまり口の中で味を作れない。どんな感じなんだろう、それ美味しいのか。ね、うん、今日花粉全然大丈夫、もうちょっとかな、薬買っとかないとな。来たと思ったらもう遅いの、それはもう前の日の夜とかに飲んでおかないと思う。飲み続けないといけないから、ああいう薬ってなんか同じ薬を1ヶ月以上飲むってなかなか人生の中で経験したことがないから、飲んでも2日3日とかだからさ、飲み始めたらもうずっとだから、なるべく後ろ倒しにしたいと言いますか。そうそうそう、ずっと飲んでると体が薬効かない体になっていってしまうから。本当？まあ、でもね、お互い何の花粉のあれだか分かってないからちょっと分かんない、違うかもね。薬ってそうだよ、薬って言いなよ薬なんか言い方危ねえ
え、みんな薬って言ってる。違うよね、薬って読むでしょ。なんか怪しい匂いがすんぜ。薬って言いなよ薬って言いな、怪しまれんで。え、わかるよ、何かのあなただったら薬って読むかもしれないけどさ、薬っていうときは薬って言うよ。治安が悪い。次のスモール、確かにスモールなんか急に行かなくなりましたね。そういえばねえ、ハブられてる。いや、私だけってじゃなくて3人でっていうのが、あ、人気とかなのかな。あ、でもそれもあるかもね、もしかしたら。うん、最近やってない。あ、でもその説のこう私たち3人である、あのアンバサダーをやっていたの、やっていたのって今もあの継続中かもですが、わかんない、待って、その話全くしていなかった。いや、どちらかわからないので何も言及できませんが、その説もある、一説いやでも私は個人的にあのミニチュアとかいうジオラマみたいなやつ好きだから全然行くけれども、でもまだ私もらっていないご褒美があるんだもらってないやつがいくつかあるんだ。最近そういう詐欺によく会ってます。なんか勝ったとか、なんか賞を取りましたみたいなご褒美商品、これあるあるですね。よくないよー、ください。で MC で本当にくれるんですかがでがもうワンパッケージちゃんとちょうだいって。全部嘘ってことはないけれども、ちゃんといただいたものもあるよ今まで。全然保留になってるのもだいぶありますね。おきちゃんと全然、そう、それもそうなのよ。でもおきちゃんがもう忘れてるよきっと。それはもうニコ生であったのよ、一つ企画で私たちがその権利を得たものがあったんだけど、え、ちょうどコロナあれになったのかな、それでタイミングをこう見てたらいつの間にやっていう、めちゃ前めちゃ前。
電池持つかな。最近痩せてない？全く。休みないの？あ、でもこの間3日オフだったからそこで休めた。でも次の稽古オフの時私仕事入ってるから、休みじゃないやっていう。舞台楽しみだよって、いや嬉しいですね。もうどん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 いいものになってきていますよ。オフゆっくり寝てようとか思わないの？午前中の時間いっぱい寝れたらもう幸せ。お昼過ぎてからそんなに思わないかな。2月からさらに、まあバランスよくっていう感じなのかな。でもずっと稽古です。1ヶ月稽古としてスケジュールは取られてるけど、その間にいろいろやるっていう感じ。まあ表に出るっていうか準備でなんかいろいろ裏で撮ってたりとかすると思う。でもちょっとね、外出るとやっぱお買い物したくなっちゃうからやめようかな。ある外に出た分そういう刺激とかあるかもしれないけど楽しいし、ショップ巡り趣味なんだけど見るとね買いたくなっちゃうの。私欲しいと思ったもの我慢できないからあんま出ないようにするの。春物とかすっごく可愛い。私のダメなところ我慢ができない。欲しいものは全部手に入れたいって思ってしまう。通販あんまりしない。もうダメなのこれ。幼稚園生の頃からずっと止まんない。小学生の時も雑貨屋さんとかでさ、もうシールすんごい可愛いのいっぱいあって、普通のシールじゃなくてね、これ前もなんか何回か話してたんだけどさ、立体的な可愛いシールとか、立体的ってなんて言えばいいかな。例えば目の前だと何のかな、お花のシールとかビーズとか、ただ紙のお花がプリントされたシールじゃなくて、そのお花を立体的にこう見せてるっていうか、布とかビーズとか、そのピンクの布にもラメがついてたりみたいな、とにかく立体的な。ああいうのってこうでこれぐらいの大きさで1枚300いくらとか400とか、そういうそれぐらいするシール、その時持ってたお金買って、もうすごい金額買ってでお家に帰ってからそのシール、いや私はいいお買い物だと思ってたけど、お母さんそれにびっくりしちゃって、それでめっちゃ怒られて没収されて、一気に使わないように、使うっていうか鑑賞するっていうかコレクションとして私はそのシールが欲しかったんだけど、
すごい当時の、まあ、小学2年生とかだったんだけど、それあれにしては、まあ、結構使ってた。店員さんも心配してた。後ろの全然関係ないお姉さんに、その人が私のお母さんだと思って、え、こんなに大丈夫ですかみたいな反応してされてた。で、一人でその時お買い物してた。1ヶ月に3枚分ぐらいこう変換されるみたいな。え、募集されました。え、めっちゃ怒られた。え、すんごく怒られた。そんな怒るくらい怒られた。もう生まれながらだからもうちょっと、もう話がちょっとそれましたが、今のシールもすごい。まあそうだね、今のシールもかわいい。マントみたいになっちゃった。あ、でもだいぶあったかくなってきた。今は貯金してるのもちろん、これから短パンでランニングしてきます。おーおー、応援してる、頑張れ。スイッチのゲーム持ってる？持ってない。でもみんながやってるの見て、なんかお仕事の合間とかに通信とかしてるの見ると、ちょっとだけいいなって思ったりする。ちょっとだけでも、あれでなんか YouTube を見れたりとか、ほんとすごいね。本体あるでしょ、スイッチのってこと。え、ない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 。持ってない。もし今スイッチが手元にあって、一番やってみたいゲームは動物の森と毛糸のヨッシーのゲームやりたい。あとは何があるか分かんないな。私が一番最初にゲーム買ったの何かな、ゲームボーイアドバンスかな。サファイア、ポケモンのサファイア。その後にエメラルドとかかな。一番最初の DS はポケモントローゼ。ポケモントローゼ知ってる人いるかな。 CM 懐かしいな。ポケモントローゼってやつ知らない。トイザラスで買ってもらって、ポケモントローゼめっちゃやってた。知らないの。ポケモントローゼだよ。絶対 CM で聞いたことあるって。ポケモントローゼ。え、悲しい。大体こういう時知ってる。え、本当嬉しいって流れじゃん。え、やばい、誰も知ってる人がいない。ちょっといつもと違うじゃん。誰一人としていないんだけど。うわ
ちょっとみんな何歳？何歳なのみんな。おかしいな。なんで知らないの？こんな見事に知らないって言われてることないけど。知らないってコメント多すぎて、知ってるっていうコメントが気遣いに見えてきた。いいよ年齢答えなくて、別に本気で聞いてなかったしありがとうね教えてくれて、ありがとう。年齢ちゃんと教えてくれる林岡部の配信の視聴者のみんな、で見なかったことにするね。動物の森やりたい、シムシティやりたい。最初あちゃんも選んでそうなの。大正解。ああいう育成のゲームすごい好きですね。シムシティこっちでやってた。めっちゃ課金しちゃったシムシティにシムシティ何にお金かけたんだっけかな。動物園だっけ、海の近くとかになんかクジラとかイクラじゃない、イクラ間違えたイクラじゃなくてあれ？イクラとか言ったら何だ、何言った、イルカだイクラじゃないやイルカを飼える施設みたいなのが売られてて欲しくなっちゃって、それにシムシティに課金したような気がする。え、私ゲームめちゃめちゃ課金しちゃう。アメーバピグも課金しちゃったし、ピグで遊ぶ方で AKB のところのヘビロテの衣装とキティちゃんの、アメーバピグ知ってるでしょ、アメーバピグだよ。またこう CM のあれが可愛くて、アメーバピグ女子勢はねやっぱりヘビロテの衣装を着て髪型も、まあ、そういう感じのやつあって、両手にキティちゃんとマイメロのぬいぐるみを持つっていうのがもうすっごい憧れっていうか、私はいつもお家のパソコンでやってた。確かにめっちゃ平成の話ね。え、それは怒られ、いや言わなかった、秘密でやってたコンビニに行ってウェブマネーとかなんかあって、それにしてそれでこそ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 やってた。え、みんな課金しなかったな、メーバピグやってた、メーバピグで毎日パソコンから、私その時携帯を持っていなかったから。
グリーとかあったよね。あの時のゲーム、あー楽しかったな。あとスマホのスヌーピーストリートっていうやつがあったんだけど、多分それが一番課金しちゃったかも。パソコン持ってない、いやいや家族で使ってるやつ、全然自分用のとかじゃないけど。うん、だから小学生の時じゃない、中学生の時からめっちゃ課金しちゃってた。もちろん自分で払ったよ。待って、本当？嬉しい。スヌーピーのゲーム知ってる人いて嬉しかった。スヌーピーストリートだった気がする。はい、最近はそんなにゲームをやっていないな。今なんかゲームハマりたい。進撃の巨人のなんか陣地取る的なそういうゲームもめっちゃやってたの。ん？あれは進撃のゲームだよね。え、大丈夫、今はそんなに、今はそんなしてない。ゲーム自体は今ちょっとやる時間がないからあんまやってないんだけど。DS めっちゃ言ってたよ。PSP の AKB のゲーム？あー、恋愛のあのあれはね、私が持っていなかった。それはね、やんなかった。ただ YouTube でめっちゃ動画見てた。動画とかメンバーの告白のメイキング動画とかめっちゃめっちゃ見てた。あ、友達がやってたからそれで見せてもらってたりしてた。あれのメイキングすっごく大好きだったな。ねえ、明日から2月だね。チョコ、お、明日ビス届くって。そうね、明日から発売なの。あ、じゃあみんなもそっか、予約したから明日届くっていうことだ。探しに行かなきゃ。本屋さん行ってないの？私は行くよ。本屋さん好き。
明日からマック新しいのが始まるんだって。いいっすね。バレンタインも結構どうだったろう。でも絶対なんか入ってるはず。その辺なんかねめっちゃ忙しい。新宿の紀伊国屋どこだ。私が好きな本屋さんは あれどこだっけ。あ、品川駅の中のなんかエスカレーター登ってったところの本屋さん、めっちゃ大きいっていうよりかはなんかねいろんなお店とかカフェが並んでたんだっけ。そこのところはとってもとっても大きいっていう感じのスペースあれではないんだけど、お店の人がいつも紹介している本が自分にすごい刺さる。あ、そうそうそう、駅の中にある。そうそうそう、私にとってはなんかそこいつも紹介の仕方がうまいのかな。あれそうなんだ、買ってみようっていつも興味深いなんか内容っていうか。だしデザインの本とかもねそこすっごく自分に合ってるっていうか、いつも惹かれちゃうものが多く置かれてる。並んでる本がすごい自分の好みばかりだったからすごい好き。うん、エキュートん、なんか大好き品川の。しかも1階にファウンドリーっていう美味しいケーキ屋さんがあったり。待って、今ファウンドリーっていちご絶対やってるよね。行きたーい。いちごフェアいろんなところやってるって。行きたいよ、いいな、行きたい。休みないかな、じゃあ行きたい。なんかいちごを借りたい。あまり、おすすめの本屋さん、好きな本屋さんが最近行ってないから行った本当の気に入り、今一番行ってる本屋さんは言わな、教えな。行ってたけど最近行けてないのを今教えた。でも近く行ったら絶対行きたい、それぐらい好き。いやいや、私も教えたんだからみんなも教えてよ。交換交換。一番を教えてって言わないから。秘密バゴーンバゴーン。教えてもらえなかったんだけど、アパじゃあいいよ、じゃあいいよ。はい、本屋さんの話終わり。いやもう終わりにしよう、もう寝る準備する。またやってくる。
あやとみんな今日もお疲れ様でした。明日からニュースだよ。じゃあね。おやすみ。バイバーイ。